こんにちは、ゆずです。よろしくお願いします松田選手は対談で、何度かお会いさせていただきました。年も近かった、あの子は同じ年です、年も同じ年だったこともあり、家族の話や仕事の話やそれぞれの性格の話、短い時間だったんですが、すごくたくさん話をしました。松田選手は正直でまっすぐで裏表がなくて、男の僕たちから見ても本当に憧れるような男でした。僕たちは言葉よりもやはりミュージシャンなので歌を歌いたいと思います。この曲を松田選手に祭りさせていただきます。聴いてください。会いたい。